君主を追いかけている中、大会も始まった。僕たちにとって大会の成績も出世に関わってくるため、手を抜くことはできなかった。了解したい。これでリーグリーダーを把握して一気に戦略を。よし、自分から居場所を教えてくれて感謝です。確かに、イロン選手速攻でダウン、まさかの一番最初に脱落。その可愛い妹を踏んづけていくなよ。それにしても強いな、一瞬で後頭部一撃、あんなピンポイントを案内道後に狙うなんて相当な手だれだな。イロンに出世はまだまだ早いってことだ、兄ちゃん冥利に尽きるってもんだな。残念だったなピロン、敵討ちできなくて兄ちゃんも辛いけどピロンの代わりに頑張って勝ち上がるからな、兄ちゃん。兄辛い。ピロン、今からお菓子食べに行こう、壊れた VR も新品に買い直してあげるから、兄ちゃんを嫌いなんて言わないでおくれ。かっつって、私さっき帰って VR ゲームしてるから。VR より持ってんのかよ、なら買う必要ないじゃん。予選でピロンは負けた、こうしてピロンは宿泊施設で軍師討伐に集中することになった。一通り片付いたね、毎日こんなことやってるの。ああ、さっさと君主が隙間から顔を出してくれたらスリッパで叩けるのだけどね。それであのダミーは今何体くらいいるか把握済み。フィロン、現状どうだ、残り何体くらいだ。はあ、表ではファルドラを隊長って敬って敬語使わないといけないなんて。さっさと私も出世しようかな。いや、面倒くさいな、最高責任者になったら楽できないし、白鵬に全責任押し付けられないし。うん、やっぱり副隊長でいいや。あんた仕事も戦闘もできるしで一番の隊長候補だろ。さっさと出世してつくよみ隊長を艦長にしてやれよ。オッケー、さっきまでの結果を含めてあらかた数名を出したよ。さすがフィロン、仕事が早いな。東京西エリアに38体、東エリアに12体、北エリアに72体、南エリアに42体、昨日より増えてるエリアはあるけど、全体的に減ってきてるね。東エリアは今駆除したから一番少ないな。今日はその数字を例にしてしまおう。そこで監視していれば群衆も顔を出すかもしれないしな。それ、私生きて確定じゃない？お兄も生きててくれるよね。兄ちゃんは現場の復旧でどちらにせよ生きててかな。お兄は軟鉄しててもいいけど私はまだまだか弱い女の子なので睡眠は大事だと思うのです。どうせ任務がなかったらゲームで生きててくらい平気でしてるだろ。当然、以前もジャパンの妖艶に舞う桜姫さんにランキング奪われたんだから、しっかり挽回しないと。シェーン、明日予選だろ。帰って寝ておけよ。だね、後輩が頑張ってるなら先輩も手伝うよ。上司部下は知らん。はいはい、明日負けても僕のせいにするなよ。結局君主が顔を出すことはなかった。だがそのおかげでダミーの数は大きく減らし、東、西、北エリアの駆除が完了し、残るは南エリアとなっていた。大会1回戦を行っていた7月15日、この日で全体の駆除が完了するはずだった。ネッム、駆除が進んでいるのはいいけど、その分エリアが拡大されるから気を張るエリアが増えて面倒だ。戦略は相手もしっかりあるな。我慢もできるのかよ。今日の敵は予選で見る限りクソ雑魚なめくじだし、さっさと終わらせよう。僕の前の試合がジュルジュだし、事情説明すれば寝かせてくれるだろ。1時間でも寝れるなら寝ておきたいわ。そう、それで今回はどこまで本気で戦うの？戦局か。うお、リオちゃん、有名人、後でサインもらおう。そっか、ジュルジュ知り合いだったのか、裏山けしからん。あの、まさかの壁ドン、まさかそういう関係？やんやん、色恋の話なんて聞いてちゃ馬向けられるってもんでしたい。あれを使え、相手の情報が欲しい。ん？あいつはお前が思っている以上に危険だ。本当なら殺しておきたい。物騒な話だ。検討はする。だが期待はしないでください。なんだ、穏やかな話じゃないな。相変わらず扱いにくい。おっと、こっちに来るな。普段から漁港で気配を殺しているからな。変に避けたら怪しまれる。普通にすれ違った方がいいな。どうも。あなたも頑張ってね。リオか、わざわざ部下思いなことだ。次はファルドラ隊長か、何の用です。ないけど。僕はスタンバイに来ただけ、早くジュルジュも準備しな。そうですね、失礼します。あの二人、怪しいな。何だとかじゃないけど、話が物騒だった。もし僕の勘が当たっているならジュルジュはこの試合、異様な行動を取るかもしれない。あらあら、お熱い対応、誰かに見られながらだとダメだったのかしらね。はぐらかすな、ファルドラはさっきの話を聞いていた。どうするんだ、お前、グエ打たなかっただろ。撃つ必要ないからよ。別にさっきの話はいろんな意味に捉えられる。警戒心が強いのはいいことだけど度が過ぎたら自分からバラす行為になるわよ。そうだな、今日一日、私かジュルジュの後を追いかけていたら撃ちましょう。正義側の戦力を削ぐのは私的にも嫌なんだけど。これでバレたなら私の行動で犯したミスだもの、しっかり尻拭いはしておかないと。これでこっちまで足を引っ張られたらたまったものじゃない。私の主はあなたではないことを重々お忘れなきよう。はいはい、代理ね、さっさと戻りなさい。余計に怪しまれるわよ。
寝ているのか。確か悪心病絡みで任務を受けているはずだったな。仕方ない、試合終わりに協力して悪心病絡みの話だったと思わせておくか。全く苦労が面倒くさい。行ったか、させと、漁港支配で投資する世界、を使うか。物体を向けての投資は無理だけど、あいつの能力とか煙とかなら容易だろ。そしてジュルジュの試合を見ていた僕は異変に気づくことができた。なんだ、あの力は、ジュルジュからいような。道を開けてください。大丈夫だ、ほっといてくれ。ジュルジュ、大丈夫なのか、無理はするなよ。ハルドラ、お前とのおしゃべりをする気はない。あのふざけたクソアマに一発言っておかないと気が済まない。すっごいお怒り、でも何か隠していたのは明白だな。赤いね、ジュルジュが隠していた秘密ってわけか。あいつが感情的になっていることなんてめったにない。もしかするといい情報を聞けるかもな。ふざけんなよ、リオ、あんな化け物相手に力を使わせやがって。へぇ、壁ドン返しか、というよりやっぱり企んでいたか。正直、好奇心で二人の話を聞かなければよかったと、こんな身近に地獄の門があるなんて想像もできなかった。ここからは虚構、相手に偽りの物語を見せる話。それどころか、劣化の力、も使った、だが全部無意味だった。もう少し感情的になっていたら他の悪視剣やだかい、本来の力まで使っていたぞ。マジか、ジョルジュ、お前、悪視剣って言ったか、スパイだったのかよ。俺はもう当分はお前の命令は受けない。俺の積み重ねたものが壊されるからな。いや、だけどならジョルジュの目的は何だ。防衛軍内の地位を得て何を。第二部隊だからな。内部情報を悪心病にリーク。だがこちらの行動を先読みしてくるような素振りは今まで一度も見たことない。むしろジョルジュはいち早く悪心病の事件を知らせてくれた。それで被害を最小限に抑えた事件がほとんどだ。今回の東京でもジョルジュが早期発見してくれたおかげで指揮隊長から僕に来たくらいだ。悪神教隊だ大司教理論、バニタス、お前ほどの奴にそこまで言わせるか、ソフィア、ターフェアイト。これはもう少し情報を集めなければ。理論、感情的になったせいで後をつけられていることに全く気づいていない。もうファルドラは黒、タイミングを見てさっさと消しましょう、今日中に。さあ、ソフィアは餌だ、そのまま調べろ、先回りしておくから。あからさまだな、声に出してまあ、なら僕はちょっと小細工をさせてもらうぞ。確証が欲しいな。最低でも今回の軍師と繋がりはあるのか。ないにしてもリオの立ち位置はどこなのか。ジョルジュの本領と立ち位置は分かったからな。もしリオが敵なら最悪だ。曖昧な情報だと誰もリオを悪だと信じてくれない。それほど表でのリオの信頼度は高すぎる。ネットでリーチしても真実味がない。アンチとか陰謀論者とか一時期のネタで消化されるに決まってる。そもそもあの場面を映像に抑えられないのが痛手。会場の監視カメラ、そこをハッキーイングすればデータ掴めるじゃん、僕天才じゃん。さすがに理論にお願いするものじゃないな、今はまだ別件なわけだしな、僕一人で調べてみるか、リオの試合の合間とかな。オラオラ、入った入った、特に青いの、早く入らんか、一回戦第8試合が待ってんぞ。嘘をつくための真実を僕が先に見つけてやるよ。その後試合を終え、タイミングを見て、監視カメラ室に向かった僕に待ち受けていたのは。なんだよ。これ証拠隠滅しやがった。黒確定じゃねえかよ。リオとジョルジュ、でもどうやってこの殺人現場を隠蔽するつもりなんだ。あの二人は、俺の虚構支配ドッペルゲンガーが反応した。ジョルジュを追わせていたはずだが、まだあいつに何か動きがあったのか。なんだ、ジョルジュが妨害している、つまり今リオ側で何かを行っているってことか。よし、レプリカをリオの試合会場に向かわせるか。2画面操作みたいで気持ち悪いけど仕方ないな。運営が放送モニターをオフにした。今からリオの企みが見れる絶好のチャンスだろうが。おいおい、こんな面白いことが起きているのに世界放送を止めるなんてつまらないだろ。視聴者のことを考えろよな、運営さん。さて、放送を開始した。見せてくれ、何を隠したかったのかを。次はここだ。ここを守るために隠し屋に小細工をしておくか。本当に映したくないなら血まなこになってここの電源を切りたがるしな。僕はひねくれてるからね。膨大な虚構を周りに仕掛けて、一番大事なところは手薄にしてやる。そうだ、魔法陣とか置いてみたらそれっぽいな。鍵として置いておこう。空想を現実にするのが虚構支配の真骨頂だからな。さて、偽物が頑張っている間に僕は身を潜めようかな。ドッペルゲンガーみたいに入れ替わるタイミングを見ながら。さ、そしてお前ら二人の企みを高みから暴いてやるよ。餌だ、僕のレプリカと遊べ、どうけ。お兄の捜索範囲はパチパチしたりパスコードを見つけたりと面倒事がたくさん。だけど私の作った VR 空間はそれらのデータを簡略化して複数同時操作を容易にした上に立体で見えることからいろんな視点で観察することができるのだ。こっちでは株とか経済とか各国の具合を管理し
ってるのが、サイバー管理が私の仕事だからね。不正は見逃さないのです、ブイッ。こっちは世界で起きている事件や地形変動、自然災害をデータ化して事前に把握できるようにプログラマったんだ、ブイッ。そしてこれ、私の境界支配をふんだんに利用して作り出した私だけのシステム、ワールドストーカー、衛星アンテナから全人類個人個人の情報を網羅して、私の探したい人を確実に見つけるのだ、ブイッ。ただし、個人情報が存在しない、戸籍が存在しない人はデータが存在しないから無理、悪の組織は大体これだから肝心なところで役に立たないポンコツちゃん、ブイ。これが私の能力と頭脳の真髄、生きるスーパーコンピューター、とは私のことなのです、ブイ。ただし、ネットや VR で充実している人ほど、現実ではそうなっているとは限らないのです、ブイ。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回も、お楽しみにー。